ま、いろいろ大変だろうけどさ、これから頑張ってね。ポチはい、ストレート。はじめまして、私サオトメメアリ、よろしくね。ジャバミさん、この後暇かな？よかったら私とギャンブルしない？投票じゃんけんっていう、うちのクラスオリジナルのギャンブルなんだ。もらう。私たちは箱から3。普通のじゃんけんと違って全部の手を出せるとは限らない。そういう不平等なところの読み合いが面白いんだよね。オーケー、そう来なくっちゃ。あの、ジャバミさん、ポッチ、チップ持ってきて。持ってきて。賭け枚数は1セットごとにジャバミさんが決めていいわ。物は試し、まずはやってみましょう。全体的にグーが多い可能性が高いってことは、まずはジャバミさんの一勝ね。おめでとう。要領はこれで分かったでしょ。どんどん行きましょう。意外と勝負師なのね、ジャバミさん。一回のジャンケン、準備はいいかしら？と、アイコか。もう一回行くよ。アイコで。よっしゃ、私の勝ちね。大きな勝負を取れてよかったわ。次は何枚かける？じゃ、行くよ。おめでとう、ジャバミさんの勝ちね。次はどうする？ふーん、面白い。好きよ、そういうの。気が合うわね。やった、また私の勝ちね。50万いただきます。さあ、次どんどん行こっか。もしかしておじけづいちゃった？ま、100万も負けちゃ無理ないか。じゃあ続けるよ。じゃんけん。あらあら、ジャバミさん。はあ、もちろん。何枚かける？バーカ、そっから先は泥沼だよ。あ、なんでそんな現金持ち歩いて。バカなこと言わないで。こんなお遊びのじゃんけん一発に1000万円かけるって、あなた狂ってる。にもかかわらず、カジノに人が集まるのは命を懸ける狂気に人は快感を覚えるからです。バカらしい、付き合ってられないわ。ボンボンのバカ娘が舐めやがって。ちのんきにしやがって。1000万だぞ、分かってるのか。まあいい、どうせ私が勝つんだ。だって投票者30人中21人までが私の有利になるよう投票するんだもの。さらに低いから私はパーを出しておけばまず負けないということだ。不安なのはこちらがパーを引パーが2枚ほぼ理想集。勝った、これでおしまいだ。出す手は決めた？始めていいかしら？どうしたの？3枚しかないんだから、そんなに迷っても仕方ないでしょ。気づかないとお思いですか？あ？何を根拠に。やり方が拙い。賭け金が低い時は適当な手を混ぜていましたが、カムフラージュとしては下策でしたね。変な言いがかりはやめてもらえる？勝負をうやむやにしようってつもりなら。いえいえいえ。何なんだこいつの余裕は。まさか私に勝てる確信でもあるのか。なんてあるわけない、これはただのブラフだ。ご託はそれだけ？だったらさっさと出す手を決めて。ご忠告申し上げましたよ。準備はいい、勝負！チョキ。880万円のことになった。ちょっと借金を背負わせればそれでよかったのに、なんで逆に。支払っていただけますね。無理。
今はありません。数日待っていただけないでしょうか。サオトメさん、これは一体何かあったのですか。これっていじるさい。あんたに負けたからこうなってんだよ。ほら、早く名札つけなきゃ。ルール違反で借金増えちゃうよ。みーけみーけ。どうしてこんなことに。私がなんで。あ、みーけ、コーヒーこぼしちゃった。掃除しておいて。おい、大変だ。マジかよ。どこどこ。食堂だって。サオトメ様、合計4960万のマイナスで決着です。ダメだ、集中しないと。あらあら、そんな怖い顔なさらないで。くそ、出目を予測するだけの超反爆地のようなもの。技術は関係ない。32枚、残り全部かけるかかった。7、あとは5箇所に6枚集中ベッド。一発で勝負を決めて、イカ様の隙を与えない。2、4、8、16、22、一つでいい、当たってくれ。ユリコ様のチップを合わせて合計4960万円のマイナスで決着です。お疲れ様でした、サオトメさん。サオトメ様、他のお客様のご迷惑になりますので。触るな。上納金を払おうと思えば払えた。でもそれじゃ私が失った地位は戻ってこない。いや、そんなことより。今朝方、生徒会からこんなものが届いたのですが。ああ、このふざけた文章に何の意味があるんですか。ああ、書いてある通りの意味だよ。はあ、よっしゃクリア。はあ、することになってる。確かにこの学園は政財界に強いつながりを持っているのは事実。でもそれが本当だとして、私が結婚するわけないでしょ。知りも。ふざけるな。誰が従うか、こんなもの。今回のお知らせ。せいぜい男を喜ばすテクでも磨いときなよ。偽善者が。随分と気前のいいことですね。生徒会は何かメリットがあるのでしょうか。うわ、ジャバミユメコ、こんにちは。あんた、あの後生徒会に大負けしたんだってね。大きなお世話よ。誰のせいでこうなったと思ってんの。そう言わずに、同じクラスのヨシミではありませんか。うっ。要は搾取した金を借金まみれの生徒に返して感謝させてるだけ。面の皮が厚いにも程がある。おそらく生徒会は。それではこいつ借金3億1000万あるらしいからな。絶対同じ犯人はなりたくない。サオトメさん、よろしくお願いしますね。あ、クソ、私はこいつに呪われてんのか。私のチップは1枚500万、対してユメコは3100万円。この違いがどう影響するか。最後になりますが。クソ、これだけはやりたくなかったが。ジャバミさん、ちょっと話があるんだけど。ん？あなたがディーラーを。あなた、家畜票は聞いてなかったのか。借金は自己申告って言ってたろ。こいつ、生徒会の前で堂々と。言わんこっちゃない。2ターン目に参ります。フォールドです。フォールド、地区になっちまうんだよ。2、5のマーク。では4ターン目参ります。親は早乙女様です。ベッド早乙女1枚。
ここで負ければ私の人生はあのふざけた人生計画表どバカかおめえ、ユメコの後ならこっちがビビってフォールドすると思ったか。するわけねえだろあからさますぎんだよ。言えねえとすれば簡単な話、自分がマークだってことを知ってるからできたわけだ。投資があるのはジャバミ様、フォールドです。毎日悪いことばかりしてると悪意に敏感になるのかな。何にせよ勝負に出てよかった。これで弾ができた。何を言って私の手は豚だよバーカまあね、3ターン目の夢子の勝ちは露骨だったから気づくと思ったよ。私にとっても苦しいところだった。いいんだよこれで、かける玉さえあればお前みたいなクソバカに負けるわけない。早乙女様も挑発するような発言は慎まれますよ。はいでは手札を開示してください。ふーん、レッド、木渡り3枚。ラッキー、豚なのに勝っちゃったふざけてやがる、読みが鋭い。右にわずかに傾けるとクラン。何が家畜のやることなんて見えすいてるだよ。お前のやってることなんてもっとあからさまじゃん。知ってるぞ、2年椿組じゃ家畜のつぼみななみがお前のグループに駒使いにされて見せ物のように扱われてるってな。ゆめ子に協力してもらったってわけ。この強い手が来たって私たちに教えてどうすんだよ。フォールド。ふん、ここで勝負ってことは自信のある手なのかな。本当に自信があったらジャバミチップをかけるっつーの。コール、木渡り1枚。フォールド、勝った勝ったぞ。ジャバミチップ5枚、1億5500万。もうおしまいですか。なんだか時間が早く過ぎたような気がします。もっとやっていたいくらい。私はもうごめんだね、こんなギャンブルさっさと終わらそう。何やってんの、黙ってりゃ勝てるのに。だってこのままではなんだか腹立たしいではありませんか。わかったわかったよ、もうあんたの悪趣味に付き合ってあげる。私は獲得額は1億6600万円です。私たちも同じことをやっただけ、嘘つきはあんただけじゃなかったっけ。するとあら不思議、私とユメ子のチップの額が入れ替わるってわけこんなに見事に騙されてくれるとはね。木渡さん、自分の枠だけで物事を判断するのはいけませんよ騙されたお前がアホだ。その小切手返してくれない。少額ならともかく2億6000万だ。鈴井が変な気を起こさないとも。もうそんなの気にしてるわけないじゃない。私たち友達でしょうん、じゃあまたケーキ食べに行こうね。あ、ほんとバカばっかなんだから。まあそれはそれとして、私をコケにしてくれた生徒会は絶対に許さないけどね。知ってる？あいつせっかく債務整理大集会で大金手に入れたのに借金返してないって。ミケの座をあえて手放したくない。っていうかミケの得点が欲しいってとこかも。そうよ、公式戦。あんたユメコから何か聞いてないの？何かって、ギャンブルなら他にいくらでもやれるのに、なんでわざわざ公式戦なのよ。いや聞いてないけど。何？そういえばって言ってたような。は？鈴井さん、メアリさん、あんたに借りを作りたくないんだよ。わかれよ。生徒会長との公式戦ね。まああの2億はあぶく銭みたいなもんだし、好きにしろって感じだけど。メアリちゃん、一緒に帰ろう。生徒会の作った仕組みの中で勝っただの負けただのいいようにされていると思うと頭に血が昇って吐き気がする。このままでいいのか。
これはセイロン島のディンブラ。華やかな香りね。口に合うと良いのだけれど。普通は借金付け替えのルールの穴に気づかないし、これじゃああなたのための人生計画表を破棄せざるを得ない。大損害ね。だったら何だって言うんですか。あれはあなた方が一方的に押し付けてきただけで。まあそんなことはどうでもいいのよ。メアリー、はい、なんで私を生徒会に。あら、私は本気よ。生徒会から3億1000万円かすめ取ったその手腕、その才能あるのよ。無理ですって。それはつまり生徒会長である私の誘いを断るということ。他の役員が怖いの？だとしたら生徒会に莫大な損害を与えたのはなぜ？聞いてるのよ。一点だけ伺ってもよろしいですか？何かしら、何でも聞いてちょうだい。家畜制度についてです。人間を家畜にする。あまりにもひどい。やっぱりその中でも最…生徒会に入るなんてお断りだって言ったんです。あなたはそんなに正義感の強い人だったかしら。答える義理はありませんね。さようなら。理由なんて決まってる。あいつは家畜を人間として見ていない。主として下だと思っている。それはつまり私をコケにしてくれたってことだ。もう何かいいことでもあったの？さあ朝からずっとこんな感じなんだ。手紙？ジャバミ先輩。知ってるわよ。あなた先日生徒会をクビになったんでしょ。日本有数のトイメーカーの社長よね。将来が約束されてて羨ましいわ。それがそうもいかないんですよ。噂です。頭ん中お花畑っていうか、本当に最後までいなくちゃダメなの？だから別に来てもらわなくてよかったんです。ジャバミ先輩たっての頼みで人数分用意しただけですから。サオトメ、このプレミアチケットは本当に普通じゃ手に入らないものなんだ。まったく、どれだけ苦労してファンクラブ会員から譲ってもらったと思ってるんですか。分かった分かった、それも聞いたから。うわ、こうして見るとやっぱり可愛いですね、ジャバミ先輩。ふーん、思ったよりフェアにやるのね。はぁ、いただきます。ピタリがない場合は近い月を当てた方の勝ちとなります。そんなのただの運勝負じゃないか。なぜ客席にファンクラブ以外の人間が混じってる。偶然？手違い？そんなはずはない。おそらくこの状況は。それでは31番の方、誕生日は3月8日だけど。やった。ちょっと待った。え、何が？わからない。このルールはどう考えたって圧倒的に夢子が不利。勝ち目は皆無と言ってもいい。夢子に不利ってなんで？普通のポーカーはより金を持っている方が有利ってことはわかるわよね。ポーカーが相手を下ろすゲームと言われるゆえんね。私なら自分の方が資金があると確信できない限りこのゲームには応じない。バカでもわかる理屈だわ。でも夢子も現金はかなり持っているはずだろ。やはり資金には圧倒的な差がありますね。おそらくマニューダ先輩は。はあ？夢子のチップは31枚。どういうこと？夢子のベッドを誘ってる。夢子は今選択権を得れば必勝。選択権を取るなら多くのベッドをするしかない。逆に言えば夢子先輩は自分の手に自信がなければ降りてしまえばいい。手札がいい時だけ勝負できる。バカみたい。やはり夢子の性分が完全に。
マニューダは生徒会会計、その利権は何よりも金にある。金の積み合いなら結果はおのずと。こっち何のんきにしてんの。生徒会長とのギャンブルに決まってんでしょ。虫ちょっと、それってもしかしてイカサマするつもりなの。はあ、何分かりきったこと聞いてんのあんた。あの生徒会長が相手なんだか。あいつ私に舐めたこと言ってくれたからね。無様に負けるとこ、この目で見てやるわ。メアリさん、イツキさん、百花王学園はおかしいじゃない。勝っても得るものがないなんて。優秀なあなたはそうなのかもしれない。なしたことに意味はあったのか。準備オッケー。引くチャンスはたった3回。初回から高いマイナス点なんて出したら目も当てられないが。ルーレットで黒が連続で出た回数の記録を知っていて。いえ。27回よ。確率にしておよそ70億分の1。勝つには愚者を引くしか。何か手がかりはないのか。あ、これって二人はさっき気づいたみたいだった。今の聞きます。あ、気づいたか。実は一枚光るものが付着している。いやいや、2枚重ねて持ってたんでしょ。愚者の後ろには別のカードがあったのよ。本当に愚者だったら自分で引かないわけないでしょ。いいえ、早乙女先輩は知らないでしょうけど、会長はそういうことします。んなわけないでしょ、バカじゃ。ちょ、何してんの。まだ求め続ける。